ジャドア・パトーは、アメリカ合衆国の映画監督、映画及びテレビプロデューサー、脚本家。ニューヨーク州書セット出身。両親は、ユダヤ系で、父親は不動産開発業者、母親は、サウサンプトンのコメディクラブで働いていた。兄と妹がいる。12歳の時に両親が離婚。17歳の時にスタンダップコメディアンとして、キャリアをスタートさせる。 高校卒業後、南カリフォルニア大学に進学し、ロサンゼルスに移る。この時のルームメイトは、アダム・サンドラーだった。コメディアンとして成功せず、テレビの脚本を手掛けるようになる。ベン・スティラーのザ・ベン・スティル・レル賞や、ギャリー・シャンドリングのザ・ラリー・サンダース賞、フリークス学園で、批評家から高い評価を得た。映画でも、俺たちニュースキャスターや、ディック ジェーン復讐は最高。などの制作、脚本を手掛け、2005年に、スティーブ・カレル主演の、40歳の動作田尾で、映画監督デビューを果たす。同作品が1億ドルを超えるヒットとなり、全米脚本家組合賞オリジナル脚本賞にも、ノミネートされ、放送映画批評家協会賞コメディ部門を受賞。1997年に、女優のレスリーマンと結婚。 妻と二人の娘はアパトの作品にも出演している。家族はロサンゼルスで暮らしている。ありがとうございます。